怪盗の心が読まれたかもしれない時、どうすればいい？俺もその答えがわからない。だから仕方なくその人に聞きに来た。いつも好き放題しているって思われてるかもしれないが、俺だって多少は考えているぞ。君の気持ちをな。闇があるからこそ光が引き立つ。俺もそのために存在するのだ。俺は本当にすごいな。俺のそばにいたおかげだろうな。君も少し芸術家っぽくなってきたぞ。行動する目的を複雑化してしまうのはなぜだろう。その目的自体がないのだな。俺は昔から偉大な芸術品しか求めてこなかったけれど、常人にそれを理解するのは難しいようだな。ああ、そのように堂々と俺に触れるとは。だが、その触り方はうまくないな。純潔で無垢な両手に泥を塗り込んでやる行為は、この世で最も甘美なことだな。いい奴と悪い奴は顔を見たらわかるものか？ふん。じゃあ君の顔を見たらわかるか、確認してやろう。こんな犯行に使う道具をどこから探してきた？俺と一緒に宝物を盗みたいのか？もし、いつでも俺が欲しいものをくれる人がいたら、俺は失業するだろうな。夜中の宝探し劇場が間もなく開幕だ。可愛い助手さん、手伝ってくれないか？ああ、もう朝か。窓を閉めてくれないか。俺は夜寝てなくてまだ眠いんだ。ちょうどいいところで会えた。これから君を連れ戻そうと思っていたところだ。いやあ、千面の影こと三千脱骨魚は予告通り君の大切な宝物を取りに来たぞ。ん？集って事件を起こすつもりか？俺様は一人で行動する派だ。頼むぜ。もうちょい気持ちを込めてくれ。退屈にさせるな。諸君、この俺様が諸君のために作ってやったサプライズを楽しんでくれ。地獄に行ったら、エンマ大王すら俺様のことを煩わしいと思うだろうよ。面白い。手に入らないものほど欲しくなるぜ。ここにまた一つ完璧な作品が誕生した。別の場所に行ってもっといいものを取ってきてやるぜ。あ？いらない？楽な環境で働きたいね。俺を融通が利かない奴らと一緒に働かせないでくれ。欲しいものはないか？今すぐ取ってきてやるよ。うわ、体の柔らかさが極限まで達したみたいだ。まさか君、俺の骨を盗んだんじゃないだろうな。お風呂に入った後は体が前より敏捷になるな。安心しろ、今は何も盗んじゃいないさ。本当だ。